どうも、エリラリトです。はい、こんにちは、福です。よろしくお願いします。はい、今回もここ新宿ロフトプラスワンさんからお送りしています。はい。さあ、福田さん、今回のテーマは何でしょう。今回ですね、こちらです。はい、じゃん。ルーズ戦記、オールドボーイ。ルーズ戦記、オールドボーイ。はい。はい、ルーズ戦記ってのは何なんでしょうね。ちょっとわかんないですけどね。はい。こちらですね、漫画アクション。はい、アクションで、1998年から8年まで、ね、全8巻になっております、うん、はい、先生がですね、土屋ガロン先生が原作ですね。原作はガロン先生で、はい、絵描いてるのが峯岸新明。そうですね、峯岸新明先生、新明先生ね、はい、あのテンパイとか描いてる人ですよね。あ、そうです、はい、116巻もやってんのテンパイでしょ。テンパイ、うん、テンパイめっちゃ長い、うん、99年から、うん、まだやってるのよね、テンパイね。ってことで、続いてるってことね。そう、あ、でも娯楽だよね。そうですね、娯楽です、うん、だって俺が本当、高校生とかの時にやってましたからね。いや、まあ、99年は高校生じゃないですけど、でもあの、うん、その前のがあったのかな。テンパイの方はあの原作者の久我先生が亡くなって、うん、続いてる。2022年5月に、ああ、だから中途半端に終わってるってこと。だから一時中断っていう。相棒さんが亡くなってますね。土屋ガロン先生も亡くなってるわけですもんね。え、同じ年ぐらい亡くなってるんじゃない ?2018年。テンパイは1999年から、まあ、この人ね、ずっと麻雀漫画描いてんのよ、うん、もうね、ずっと絶えず新明先生は、うん、そう、テンパイ以外にもめちゃくちゃあの麻雀のだけの漫画があるやつとかですごい描いてるんですよ、この人ね、うん、麻雀漫画迫力がある。だからこのね、オールドボーイでも麻雀打っちゃうんですよね、うん、いや、もう打ってましたけど8番勝ってたけど、書きたくなっちゃったんでしょうね、麻雀のシーンがね。すぐ行きますからね、雀荘に。はい、先のあらすじですね、はい、主人公の平凡なサラリーマンの後藤真一は何者かに7階と8階の間にある施設刑務所に10年間監禁された後に解放される。軟禁ですね。軟禁ですね、はい、まあ、テレビとベッドだけあるみたいなね、部屋にね、入れられちゃうんですよね。まあ、ご飯も毎日もらえるっていうね、はい、うん、彼はなぜ自分が軟禁されたかについて調べ始める。そうですね、でね、謎が謎を呼ぶという、うん、そういう感じになってますね。そうですね、はい、じゃあこの漫画の魅力の方をお願いしますね。はい、じゃあまあこちらですね、はい、もうストレートハードボイルドですね。うん、まあ、ちょっと謎があってね、ね、主人公が骨太な男っていう感じのね、うん、まあ、そうなんですけど、そこまでバイオレンスじゃないよね。バイオレンスはそんなないですね、うん、まあ、ずっと何か分かんないことをやってるわけですから、うん、で、まあ、映画がね、韓国のやつは見ましたけど、はい、全然違いましたね、うん、肝が肝となる部分が全然違って、なんか、だから逆にこの後藤さんの、なんていうの、渋い感じはでもこっちの方が強かったかもしれないですね。なんか韓国の映画の方はなんかもっとひょうひょうとした感じのおじさんでしたよね、確か。おじさんって言っても35でしょ、これ。そうなのよ、ね、まあ、35おじさんなんですよ、うんうん、まあ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 、昔はおじさんだったってことですね。そうね、酒とタバコとっていう感じでいいですね。ゴールデン街がね、舞台になってます、うん、そうね。僕はもう魅力はもうこれしかないと思ってます、はい、謎です。はい、もうずーっと謎なんです、とにかく。結局ね、はい、読み切っても謎ですからね。そうなんですよ、もう謎で、もうあんだけもう俺終わるっていうなと、これぐらいのページなのにまだ謎めいてたから、これ本当に終わるのかなと思って。俺が魔界学園読んでる時と同じ感想ですね、はい、残りこれだけになってんのに。魔界学園はもうでも終わりそうだったじゃないですか。いや、分かんなかったよ、これどうまとめんのって思って。打ち切りっぽい終わり方でしたね。はい、うん、いや、まあでも、まあそうですね、あれだけ引っ張ってってっていう感じですよ。やっぱこういうね、サスペンスに近いですもんね。まあね、だからやっぱ結局なんだろうね、頭のつかみがめちゃくちゃすごいでしょ、うん、やっぱ10年間あそこに軟禁されるっていう意味不明な ね、 そうね、ことから始まって、うん、さらにどんどんね、謎が深まってっていって、もうなっていくとね、まあ、回収はかなり難しいかなと思いますよね。最初から決めてたのかな、どうなんだろうね。はい、まあでも、まあ、ぐい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 読んじゃう漫画ですね。まあ、読むのは本当あっという間でしたね、8巻ありますけど、うん、セリフがあんまないんでね。そうね、はい、うん、珍しいよね、こういう謎物でセリフがあんまないっていうね。はい、うん、で、なんかエロスがありそうでないみたいなね。
まあまあまあ、まあちょこっとありますけど。ちょこっとあるんですけど。後半ないね。後半ないんですよ。後半はまあレズのあれか、あそこはちょっとエロスがあったと、うん。先生とかもなんかエロス出しそうで出さないんですよね。先生っていうのはあの草間先生ですか。はい、草間先生もなんか草間先生ともやっちゃうのかなと思いきやね、全くなんですよね。草間先生はね、はい、あの髪型の人はなかなかやらないですよね。草間先生いくつなんだろうね。小学校の時40中盤ぐらいってことから後半か、うん、50歳ぐらいってことだね、うん、まあね、そのやっぱ老婆のやつ見抜けなかったのかなと思いますけどね。やっぱ声変えられるか柿沼は。まあでも首までやられちゃったら意外と見抜けないのかな、うん、まあね、 SF で声だけして勝負したんだよあいつは。まあでも特殊メイクしたってことだよね多分ね。まあね、だ金かけてハリウッドの特殊メイクみたいな、うん、したってことですよね。別に老婆じゃなくてよかったんですけどね。まあ柿沼ってバレちゃうってことか。そうね、まあそうだね、印象には残ってる生徒なわけだから。本人じゃなくてよくない、ね、そうなのよ。だからそこがやっぱりすごいところなんだね、柿沼のね、楽しんでるところね、うん、そうね、はい、じゃあやっていきましょう、はい、やっていきましょう、はい、はい、さあそれでは今日の一人でご覧ください。どうぞ。 A の名前と電話番号を使って住所を割り出せる業者を使ってね。私が担当していた6年 B 組、誰でもいいわ。ある女生徒と連絡が取れた。あっさり答えてくれたわ。課題曲はソフィアの街。いや思ってたのと違う。どうもありがとうございました。